はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回は、メインですね。メインストーリーということで、これは終わった。百花ローラーはまだできない。パワーの2章は結構後ということで、エデン条約編第4章をやっていこうと思います。さあ、アリウススクワットを救う物語のようですね。行ってみましょう。ピンチです。今どこにいるんだろう。終わらせるって。神秘持ってるからな。儀式？何何？何をするんだ？吸い下がっていってしまった姫が。え、ビアトリーチェが始末？え？なんで？敵回してしまってるのか、今。失敗したから？そしてティーパーティー、桜子だ。みゆきゅうご団長、
もうやばいな。うん、そうだな。大学、あ、そうだったな。そうだそうだ。うん。動けないよな。まずいな、空気が。流数分校な、これやばいよな、交渉。うん、本当？そんなわけないだろう。めっちゃ言うな。あれやな、アフロになっちゃったからな。そうだね。ユステア生徒会と調印したんだよな。で、ユステア生徒会を味方にした。暑いなあ。あれってゲイなのじゃなかったっけ？そうなんだ。ってことは？かなりでかいんだよな、カタコンベって。保護。同じルートじゃない。誰の話？怖っ、ミネ。ちょっと暴力が。さすがにそれは言い過ぎだろう、峰団長。
すごかったよな。そうだそうだ。うん。じゃあどうすんのか。花子ね。花子、あんまりトリーティー好きそうじゃないんだよな。先生は。ランダム迷路。通路？え、そうなの？あっそ。え、そう、外で内通してたんじゃないの？本当？うん、それはわかる。そうだね。なんだろう。からでも渡す方法はあるはずなんだけどな。別にあそこの通路がのルートが分かってなくても。分かってんのかな。分かってないと思う。ミカは総務会を開く。うん、まあそうだろうな。ミカはどうなる？大学？大学は嫌じゃんね。一方ミカは、うん、悪いね。え、パテウブハから追放されたんだ。そうだそうだ。お、石投げちゃおうっと。だからかパテルブンパを避難されてんだ。やばいなトリニティ。冷静な判断ができないよねトリニティ生。
うん。そうだそうだ。ん？なんだ？わ、やば。そしてみかん。うん。まあな。動揺するよな。そう。ホールケーキ。悲しい。
泣いてるか。状態が良くないな。お？キモトス？なんか嫌いなと。ケマトリア、黒服のいるとこか。うん、あとこれもな、芸術品。誰だっけ、
そうか。先生は生やつらいよな、人と接するだけで。お？まあなんかある、そういう怒った。せいや？やばいやばい。ベアトリーチェ質問。お、出たベアトリーチェ。キュアトリアだね。ちょっと危ないかもな、これ。せいやは。行きましょう。ベアトリーチェは中かな。ベアトリーチェじゃない、ゲマトリア。そのベアトリーチェ。なのかな、ベアトリーチェは。そういうこった。テンポが早い。アリスジークな、ベアトリーチェ。クロックアビドス、クロックアビドス担当ってことか。先生。怒った。うん。マエストロが退治してるからな、エデンの三章で。被害者になってくれるかもしれない。うん？ベアトリーチェって外の人だったんだろうか、元は。シャーレオ先生は必ず排除しなきゃならない。明確な敵。うん、やっぱり来てたんだ、アリウスディーク。ニュース。
太古の威厳を確保する。あ、そうなんだ。移転条約でその太古威厳を出して、それを支配する、あのアリウス・スクワットが取ることで主導権を握ろうっていう作戦か。これミカかなりでかい罪だな。宇宙の大天使は聖夜のことだな。テカルコマニーとゴルゴンダ、そういうこった。ケニエを体にアーガジンを入れておいた防御システム。ブリティ正体。そうだよな。あの、そらすっていうか、目的を。移転条約は守護者の力を得るための訪問に過ぎずって、そういうことだよな。カタコンペで。そうだよな。スクワットは、そのための先兵。先生がもう敵として対峙するってことだよな。危険。先生が狙われる。もう目的を追求するだけの存在。ちょっとマエストはより不服そうだな。ゴルゴンダもな。黒服も知らないのかでしょ。祭壇？あれか、姫が。契約って、あの、おじさん。先生を処理？でもバラバラになっちゃってるからな。先生を殺せばいいです。どうかな？ここまで？やばい。そういうこった。ここまでですね。かなりだから予知夢を使うのに体力使っちゃってるよな、聖夜は。で倒れてしまう。アリス・ジェイカー、ベアトリアの支配。まあ、ベアトリーチャーの支配。
さあ、ミカがに会いましたね。折れてしまった羽。これでゴアまで行った。行きましょう。本日は10話ぐらいまでいければいいんだけど、そこまではちょっとどうかな。連れてきた。お？なんだ？ここ。いいか。おお、ベアトリーチェ。やばい。せいや。祭壇。うわ、今度先生どこにいるんだ？お、サオリじゃん。腹を打った沙織。行きましょう、選択。果たして先生は沙織にまた打たれるのか？やばいやばい。何これ？
ん？どうした？沙織。そうだよな。本当？だが、うん。そういう目的で姫を守るためにああいうことやったのか。うわ、えぐい。せいやも。うん。車いすありが元凶。うん、あの音ではない。でもどうすんの？捕まってんだが。え？嘘だろ？ゴリラや。突獄？嘘だろ？彼女って誰のこと？まだ、あ、そうなのか。ベトリーチ。
え？何？兵糧破壊爆弾が壊されてしまったってことか。あっという間に8話ですね。お？監視してる？アリウスか。え？なんで？なんで押さえてるんだ？あ、そうか。もう狙われてるからな。日和だ。そっか。うん。カローなんてあるんだ、シャーレに。終わりです。リュータ？あ、はいはいはい。ちょっとギスギス。おお。美咲はいないんだな。橋だ。何度も見た橋。うん。いた。そうだよな。変わらない？何？美咲が？バシリカ。
何？自殺しようとしてんのか、美咲。嘘だ。おお。ユースチジクエ、気がいいな。戦闘もあるんだな、次と次回は。ちょっと今回短いですが、ここまで しておきましょうか。4章、忘れられた神々のためのキリエ、前編を遊んできました。次回おそらく中編になると思います。ぜひ見てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ブルーアーカイブ、メインストーリーをお送りしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。